さん恐怖体験ってありますか恐怖体験ありますあの小学4年生の時に私結構怖がりだったんでいつも同じトイレに行ってたんですよ。でトイレに行って一番手前のトイレなんですけどそこでなんか目の前立った瞬間にベンザ閉じてるのになんか水の形した女の人がプカプカ浮いてるんですよ。ででこうやって浮いてて浮い 見間違いだと思って「この無骨」ってもう一回見るんですけどずっとプカプカ浮いててなんか水の形の女の人のやつで。でそれでキャーって逃げてっていう話があったんですけどあの TikTok でその恐怖体験をコメントしたことがあってそしたらなんか他のコメントで返してくれた子の中に「私も同じの見たことあります」って言ってた子がいてそれでもより本当に。 私の見間違いじゃなかったんだと思ってめっちゃゾワっとしましたねそれサイズ感的にはどのぐらいだったんですかあ、こんぐらい全身でこのぐらいですね